イナオズーです。今回紹介するのはレゴジュラシックワールドのケツァルコアトルスの来襲76947です。部品の袋は4つで、パーツは306個、シールシートが1枚で、説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはオーウェン、クレア、そしてケーラワッツの計3体です。オーウェン特に変わったところはないですね。いつものこれとこの顔です。渋いですよね。クレアもいつもと一緒ですね。顔はこの顔ともう一つこの顔になってます。それと新キャラのケイラワッツ76949についてたのと全く同じものになってます。この顔ともう一つこの顔がついてます。次にケツァルコアトルス見ていきましょう。これね、結構楽しみにされてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、レゴジュラシックワールドでプテラノドン以外の翼竜が出たことありましたっけ？ちょっとね、覚えてないんですけど、多分初めてじゃないかなと思うんですよね。もし間違えてたらごめんなさい。で、これね、大きいんですね。翼の先端から先端まで翼回長が約29センチ。で、全長が約 21.5 センチになってます。ミニフィグと比べるとこんな感じになります。いかがでしょうか？大きいですよね。頭部分、下顎というか、これはくちばしかな、間違えてたらごめんなさい。これを開けることができるようになってます。で、これね、結構長いんですよね。ミニフィグと比べるというか、口に入れてみるとこうなりますね。まあ幅はね、ちょっと入れられないんですけど、長さとしてはね、すっぽり入りますんで、かなり長いのがわかるんじゃないかなと思います。で、これくちばしなんですけど、この一番奥であれば、ミニフィグをこうやって挟むことができるんですけど、この状態、こういうね、中途半端な状態だとかなり弱い状態になってますんで、これだとミニフィグを挟むことができません。これね、少し残念じゃないかなと思いました。で、プリントですけど、このね、頭の後ろのこれは毛か羽かちょっとよくわかりませんけど、羽毛なのかな、パターンがね、いいなと思いました。雰囲気出てますよね。あと目もね、ギラッとしてますし、この辺のこれはトサカなんでしょうかね。反対側もしっかりプリントが入ってます。
続いて翼です。付け根のところから上下に動かすことができるんですけど、これ実は関節カクカクするタイプなんですよね。なのでこれだけではなくて、ここを中心にぐるぐるぐるっとね、回すことができるようになってます。もちろん反対側も同じように動かすことができますんで、これはね結構ポージングがしやすいですよね。まあ、例えばこんな風に床やテーブルにこうやってね置いた状態で翼のパターンをねしっかり確認することできますんで、今までのプテラノドンとかはこういうのができませんでしたよね。こういうとこはねいいなと思います。ちなみに翼のパターンこんな風になってます。もちろんプリントですね。で、翼の中ほどに爪があるんですけど、これそんなに隙間が広くないんですよね。なのでボールパーツなどは持たせられません。で、下から見た時に前足というか腕の形がねしっかり確認できるところがすごくいいなと思いました。これねすごくそれっぽいなと思います。それと尻尾と後ろ足、後ろ足の造形ねよくできてるなと思いました。このね、筋肉質な感じ、リアルでそれっぽいなと思います。動かすことはできないですね。同じように首もね言い忘れてましたけど、動かすことはできません。で、一番後ろのこの爪の部分ですけど、ここにボールパーツ掴ませることができるようになってます。で、背中にはポッチが8つついてますんで、ミニフィグ乗せることができます。乗せるとそんなになんかあんまりね大きいような感じがしないんですけどね。そして飛行機です。プロペラの総発機ですね。これパッケージで見てたよりも実際作ってみるとかっこいいなと思いました。ちょっと地味ですけどね。サイズ感見ておきましょう。全長が約22センチ、横幅が約 30.5 センチになってます。フロントパーツは丸型の窓多めになってますね。これをカパッと開けることができます。中はこんな感じです。一番前にプリントのパネルパーツついてますね。これかっこいいのついてますよね。で、その後ろ、操縦桿パーツということでこんな感じのがついてます。この仕様ねこうやって動かせますんでいいなと思いました。これもねそれっぽくていいなと思いますね。で、その後ろここですけど、これね珍しいですよね。あんまりこういうパーツがねここにあるのってないんじゃないかなと思います。大抵ね広くするためにこういうのがないような気がしますけどね。まあ、ということでここに、ミニフィグ座らせてみるとこんな風になります。ちょうどね、手のところに当てられるかというと、まあ、片側だけは当たるんですけど、ちょっとこれ幅が狭いので、まあ、どっちも持たせるということは基本的にはできないかなと思います。ただ座らせるだけでかなりそれっぽく見えるんじゃないかなと思いますね。で、その後ろちょっとスペースがありますよね。実はここにもミニフィグ乗せられるようになってますということで乗せてみましょう。まずこの人をどかします。で、座らせ方はねこうやって横向きになりますね。で、反対側も乗せられるということでこんな風になります。いかがでしょうか。ちょうどねこう手をね少し前に出しておけば手を取り合って、見つめながらね乗せることができるということで、これはこれでねなかなか面白いんじゃないかなと思いました。今まであんまりないタイプですよね。で、その前にももちろんよいしょ座らせることができます。3体乗せられるのはいいですね。で、この状態でフロントパーツ戻してみるとこうなりますね。やっぱりね窓が多いので、横の窓から中をね確認することができますよね。これはねなかなかいいんじゃないかなと思います。で、その後ろなんかね、マークというかイラストついてますけど、まあおそらく映画にも登場するんでしょう。両サイドシールがついてます。で、翼ですが、結構ねかっこいい翼じゃないかなと思いますね。カラーリングもこんな感じなんでしょうかね。おそらくまあ登場するようなカラーリングなんじゃないかなと思います。で、こちら側にだけ3807 と、ついてます。これシールになってますね。それからエンジンですけど、横から見るとこんな感じということで、結構ねそれっぽい感じになってますよね。で、さっきお見せしたようにプロペラをこうやってね回すことができます。で、このエンジンなんですが、先端部分を実はカチッとね取り外すことができるんですね。なので、まあ一つね、壊れましたよという状態を作ることができます。映画の中ではケツァルコアトルスに攻撃されるみたいなんですよね。まあ、それで、こういう仕様になってるということみたいです。で、そこから伸びる垂直尾翼が、後ろの水平尾翼でつながってます。これ双胴機で合ってるんですかね。ちょっとね詳しくないので、もしね、ご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいんですけど、これなかなかねかっこいいですよね。
で、機体の後ろ側、ここにハッチがあります。2つついてるんですね。まずね、このこっち側、まあよくあるタイプですけど、こんな風に開けることができますね。さらにこのルーフ部分、こっちをこうやって開けることができるということで、これはね、開放感あっていいですよね。中はこんな感じです。結構広いですよね。さらに下にタイルパーツがついてますんで、いろんなものをスムーズに入れられるようになってます。まずはこれですね。このセットについてる道具セットです。懐中電灯とかレンチとか、奥のは多分消火器じゃないかなと思いますけど、このセットをツーッとね、中の方にスムーズに入れることができます。これね、なかなかいいなと思いました。で、他にはバイクを入れられるということで、76945に応援が乗ってるバイクがあるんですけど、そのバイクをね入れられる仕様になってるみたいです。じゃあ他のバイクはどうかというところで、このね流線型のよくあるかっこいいバイクありますけど、これ入れたいなと思ったんですけど、横幅がね全然足りませんでした。タイルパーツの幅が2ポッチ分なので、このね2ポッチ分に収まるようなバイクであれば、中に入れることができますね。で、下のタイヤなんですけど、全部で3箇所ありますね。で、実はこのタイヤも簡単にね、こうやって外せる仕様になってますんで、さっきのこのエンジンもね、まあ、こちら側をケツァルコアトルスに攻撃されたとすれば、こんな風にして、遊ぶことができます。ちゃんとこのね、胴体の下のところに支えがついてて、下がね、傷つかないようになってるみたいなので、これはね、よくできてるんじゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。初登場の翼竜がついててすごく珍しいと思いますし、飛行機はかっこよくてギミックもいくつかついてますんで、しっかり遊べるセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は306個です。以上、レゴジュラシックワールドのケツァルコアトルスの来襲76947を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。